はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時回りましたね。6月23日の水曜日でございまして、今日ね、これ大きなニュースになってるの、私は今日経を見てます。日本経済新聞ですね。夫婦同姓定めた民法合憲、最高裁大法廷が判断。簡単に読みましょうね。夫婦同姓を定めた民法と関連する戸籍法の規定について、最高裁大法廷括弧裁判長大谷直人長官は23日、家事審判の特別抗告審決定で合憲とする判断を示した。同種の論点をめぐる大法廷の合憲判断は2015年以来で2例目。もうちょっと言いましょうか。女性の社会進出や家族間の多様化などを背景に、夫婦がそれぞれ望む姓を使えるようにする選択的夫婦別姓を求める声が高まっているが、最高裁は改めて夫婦同姓の規定が憲法に違反しないとの司法判断をした。いや、なんか目が涙が、決定が国会の論議などに与える影響が注目される。もうちょっといきましょうか。夫婦は婚姻の際に夫または妻の死を、氏を称すると定める民法750条と、婚姻届に夫婦が称する氏を記載する規定した戸籍法74条が憲法に適用するかどうかが問われた。もうちょっとあれ、大話なんですけども、ええわ。なんかこの婚姻するとき、婚姻したときにね、こう役所に持ってって別々の姓に出したら受理されへんかった、ほら裁判やってやったはる人が何組かいはって、それの、最高裁がですね、判決が出ましたよと。これなんか国会で夫婦なんたら法とやってましたよね。ほんでまだ決まって なかったような覚えがありますけども、私理解できないこれ。いや、まあそのね、別姓でも同姓でもええやんかと思うんですね。ご承知の通り、中国とか韓国とかは夫婦別姓なんですよね。同じ姓に入らないわけでして、西洋諸国ですね、アメリカやイギリスやドイツ、フランス、スペイン、イタリア等はどっちかの姓というか、まあ大体旦那の姓に入りますね。で、日本の場合もですね、婿養子制度みたいになると、あれ、婿養子にしなくてもどっちかに入れるんですよね、確か今。ということですね。なんで別に、で、それで何の不都合があるのと思うんです、別に。まあ別に別姓にしてもいいけども、同姓でもええやんっていう。なんでそれをこだわるのかなという。私、なるべくね、まあ老い先短い、あと十何年やったかな、16年ほど生きようと思ってるんですけど、なるべくこだわらない方、物事にこだわらない方が、人生ややこしくないやと思ってるわけですね。こだわってる人間というものはですね、何やかんやとこだわると、ああ、あいつめんどくさいと思われるんですよ。まあ別にめんどくさいと思われたくないという心理があるわけじゃないんですけども、人生をめんどくさくしたくないわけですね、私の場合は。なるべくこだわらない。例えばコーヒーはどの銘柄を飲みたいとかですね、毎日私が毎日飲む焼酎はどの銘柄でないとこが嫌やとか、そんなこと言ってますと、その銘柄でないと飲めんようになるわけですね。あ、めんどくさくなるでしょ。なんでもええやんそんなんって。僕はものすごくね、その走行に敏感であって、舌が敏感であってね、この焼酎しかあかんねんとかいうような舌であればね、別にそれはそれでこだわるかも分かりませんけども、どうでもいいわけです。私そんなに舌が敏感ではないんで、味音痴というほどでもないですけども、別にそんな敏感でもないし、むしろ敏感でないことを嬉しく思いますよ。だってこだわらんでいいわけですからね。だから例えばパソコンのメーカーがどこでなかったらあかんとかね、私はどう考えても Mac なんやとかいう人もいますけども、まああれは幾分こだわる理由はあるかと思いますね。私も両方使いましたけど、 Mac 使いやすいしって、使いやすいという理由で選ぶんであれば別にええと思いますけど、ブランドで選ぶっていうのはどうでもいいわけですね。そんな
なるべくだからこだわらない、住むところにもこだわらない、基本的にどうでもええやんっていう、あの快適に住めればええやんっていうことですね。で、何かそこに住むことによってメリットがあるっていうのは、そのメリットを考えますね。ただかっこええからというのはですね、それはあんまり合理的ではないわけです。まあかっこええのを合理的に考える人もいますけど、私にとってそれはどうでもいい。かっこええかかっこ悪いかっていう、よく見えるか悪く見えるかっていうのは、蔑まれるほど悪く見えるところに住みたくもないですけど、別によく見えるようにするために今の何倍お金払うとか、そういう気持ちもないわけですね。まあ要はなるべくね、なるべくこだわらない方が楽なんですよ、いろんな面で。だってこだわらないっていうことは、その分悩まなくていいってことでしょ。だからなるべく大抵のことはどうでもええと思えばどうでもよくなるわけであって、そこで悩まなくなるわけであって、迷わなくなるわけですね。自分の性からしてそうですね。私本名千原と言いますけど、別にその今となればね、もう千原が何であと別にええやんと、別に大した家ちゃいますからね、松平とか徳川とかね、しらすとかね、そういう大した家でもないわけだな。ただの あのあれですね、ものすごい下級武士の家柄であったというふうに言われてますけど、どうでもいいわけですよ別に。ほんなほんで都合で、何やったかな、うちは時源氏やとかって言ってますけど、それも別にどうでもいいわけですよ。なんとか源氏もなんとか平氏でも、なんか聞かれた時にこう答えることでしょうとかいう、そのレベルでしたよ。ええやどうでもいいっていう、そういうことですね。ですね、その方が別段どうってもないわけです。でも中にはですね、この細かいところもいちいちこだわる人いますよね。多分そういう価値観の方がですね、旦那のせいなんの家とか、奥さんのせいなんの家とか、夫婦別姓でええやんとか言って、それ別に別姓でもいいんですけどね、別姓でもいいんですけど、別にどうせでもええやんっていうのは、正直それで裁判まですんのみたいな。多分この裁判ね、そんなに難しくない裁判で、訴状にですね、そのなぜ、同性が同性っていうか夫婦同性にすることがですね、憲法に違反してるかっていうことをクダクダクダっと自分の論文みたいに書いたのを出せばいいだけなので、別にそんなに多分訴状、どんな訴状を出さったか知りませんけど、そんな長い訴状を出さなくても争えることは争えると思うんですよね。ただ要はあれでしょ、憲法における、男女平等に反するというところで争っているというふうに思うんですけど、もうそれだけだったら要は裁判官の判断ですよね。で今回15人いる中の11人がですね、これは別に違反しないという、あれを退ける、原告の主張を退ける判断を示したわけですけど、4人ですね、原告の主張に同調する人がいたんですね。まあどうでもいいですけど、それで国会でですね、その夫婦別姓案とかやってますけど、別に別姓でも同姓でもええでって、いや別にそんなどうでもええやんっていうなんですけど、いや世の中にはですね、そういうことにこだわる人がいるわけなんですよ。でさっきタワマンのことを話しましたけど、タワマンに住む、タワマンを選ぶという人はやっぱりね、こだわってるわけですよ。タワマンに、タワマンに住むということにこだわるのと、あと何階っていうのにこだわるわけですよ。何が見えるっていうことあるわけですよ。うちの家からなんか何も見えませんよ。何も見えんでは、別に外に見えるものでね、その、居住感が変わるかって言うと、私の場合変わらない。それで変わるという人もいるかも分かりませんけど、変わるという人、それでこう外に見えるものが大事なんやって、眺望が大事なんやと思う人はそこにこだわってるわけですね。だから そういう人はそこで選べばいいわけであって、だからそういう究極的に、だからね、タワマンに住んでる人っていうのはものすごいこだわる人が多い。何かにつけてこだわる人が多いと思います。車にこだわったりとかですね、学校にこだわったり、まあ学校にこだわらないと思いますよ。だってその後の人生関係ありますからね、日本の場合は。ただ一つでもちょっとでもええ学校出た方がその後楽やんというのがありますから、学校にこだわるのは非常に合理性がありますけど、タワマンでですね、20階に住むのか8階に住むのか、じゃあ20階やというふうな価値観は私にとって合理的ではない。どうでもいいやろな。全然どうでもいいわけですよ。だから、ものすごいこの方々は自分の性というものにこだわったわけです。私もね、若い時には多少こだわったかもわかりませんけど、年とともにそうなくなります。もう40も過ぎたらですね、しょうもないことにこだわるって、めんどくさいことしてられへんわという感じになりますね。でも私のようなタイプは多分とっても少数派だと思います。
で世の中ね、詳細になることものすごく恐れる人たちがいるんで、それもこだわりやんっていう話ですけど、自分が多数派にいて多数意見と同調しなきゃ嫌やっていう人もいるわけですけど、それは単純に自分がないんちゃうのという話ですけどね、私別に自分の少数意見にこだわってるわけではないんですよ。自然に、自然な価値観、自然に生きてくるというところで少数に入ってきてるというだけであって、でいつもいつも少数派だったんで、場合によって100人に1人とか2人ぐらいの少数派であるわけですよ。だからそれを恐れないというだけの話であって、こういうニュースを見てますとですね、世間の人はこだわってる人は多いねなと。でこだわってるイコール面倒くさいということですからね、この方々、原告側の方たちって多分面倒くさいんちゃうのこれはと思いますね。はい、というこの日本経済新聞社のあれ貼っときますんで、全部読みたいという方は読んでください。はい、どうもありがとうございました。